河ドラマ光る君へ清少納言桔梗役を演じるファーストサマーウイカ CNHK 女優吉高由里子が紫式部役柄名真宙役で主演を務める NHK 大河ドラマ光る君へ日曜アット 8.0 10月6日の第38回眩しき闇放送後に更新された公式サイト内のインタビュー企画君語りに清少納言桔梗役を演じるタレントファーストサマーウイカが登場した。以下ネタバレを含みます。光る君への記事はこちら。光る君へ相関図へウイカが演じる清少納言は歌人清原元助の娘で枕草子の作者一条天皇塩野明久に入内した定子高畑充希のもとに女房として出仕し心からの忠誠を尽くすという役どころ。第38回では真宙が源氏物語を書いた理由について亡き定子との日々を綴った枕草子を一条天皇の心から消す物語を書くよう道長柄本悠に依頼されたのではないかと推理。真宙に対し私は腹を立てておりますのよ源氏物語を恨んでおりますのと激しく思いをぶつけるシーンが描かれた。大河ドラマ光る君へ第38回の場面写真。桔梗ファーストサマーウイカが真宙吉高由里子へ思いをぶつけるシーン。 CNHK ウイカはあのシーンは悩みましたねと振り返り、プライドがある桔梗が腹が立っている恨んでいるという言葉を使ったことについて言うんだと驚いたことを明かした。私だけの解釈だと思うんですけど悲しさがあったと思う。友達じゃなかったのっていう悲しさ。私定子様あんなに好きって言ってそのために書いているって話も散々していたのになんでそんなことするのっていう苛立ち。定子様への思いからの恨みもある。あなた友達だったじゃんっていう恨みが合わさって愛憎みたいな感覚になってしまいました。かっこ笑いと演じる中での意識を語った。大河ドラマ光る君へ第38回の場面写真。大河ドラマ光る君へ第38回の場面写真。桔梗ファーストサマーウイカが真宙吉高由里子へ思いをぶつけるシーン。 CNHK またこれまで真宙と桔梗の関係が円満に描かれてきたことについて本当に脱帽。その方がやっぱり悲しいし悔しいと思うと物語の展開を称賛。実際紫式部が書いた紫式部日記では清少納言を批判する記述が登場することが知られており、だからこそ第38回に至るまで二人の友情を丁寧に編み込んでいったと思う。ギュッと結ばれた糸たちがパツンって切られる瞬間すごくリアルだなと。女同士の友情の中の糸がほつれていく感じが本当にリアル。嫌だなって思いましたと友情に亀裂が入ってしまったことを悲しんだ。ファーストサマーウイカ1990平成2年6月4日生まれ大阪府出身。高校卒業後劇団レトルト内閣で看板女優として5年を過ごし東京行きを決意。アイドルグループビスのオーディションを受け入団。解散後コテコテ関西弁毒舌宝塚ヘアという3つのミスマッチなキャラが受けてバラエティタレントとしてブレイク。